それで第3話目なんですけど、まあ、だから第3話目になって何が言いたいかというと、まあ、私たちは初心者だから動画とか投稿するにもプロっていうのがいるわけですね、まあ、要するに芸能人ですよ。芸能プロダクションとか芸能人とかテレビ局というのはもうそれで食べている方々だから、そういう方々が言うのはまず、素人の人はもうまず下から始めにはいけないですよっていう話ですよね。でそういう意味で一応リスペクトしていただかないといけないから、こういうのはっていう感じらしいんですよ。でじゃあ 誰をリスペクトしたらいいんですかって言ったら、古田新太でやってくれっていう感じらしいんですよ。で古田新太っていうのは、劇団新しい感染ですよねっていう感じだから、今の新型コロナという、影響を踏まえた上で言うと、古田新太というイメージでやるにはまず古田新太という、感じを出すために、俺はヤクザだって最初言わにはいけないらしいんですよ。それからヤクザっていうふうに言わないんだけど、ヤクザというイメージを、加味しつつやってくれっていう感じらしいんですよ。で、まあ、だから YouTube に出してる動画の見るとみんなヤクザ臭いですよね。いやだから私の知ってるヤクザのイメージのやつすっげえ多いから、だから宮迫という方の動画を見てなんかチャイナドレスとか着てたよいやだからすっげえヤクザっぽいなと思って見てたんだけど、いやだから私の思ってるヤクザと違うんだけどって言ったら、古田新太というイメージのヤクザでやってくれよっていう感じなんだけど、私がヤクザの真実を知ってしまってるから、ヤクザの真実でこういうところでできないんですけどって言ったら、いや古田新太がやっている世間にヤクザというイメージでやりたいヤクザで、やってくれないだろうかって言われると、それちょっと古いんじゃないかな、そのヤクザというイメージが。ギリギリ昭和じゃないんですか。新幹線ですよね。新幹線って言ったら今、翼っていう感じですかね。一番新しい新幹線のタイプってちょっと分かんないんですけど、翼だったかな、マックス、翼とかマックスですかね。それぐらいしか思いつかないな。いやまあいいんだけど、まあそういうのはまあ適当にちょっと置いといて、これですよね。これのウィルトンハウスなんですよ。でこれの味比べをしているんだけど、今ニッカブラクリアブラックのクリアブラックの角に当たってしまった、瓶の角に当たって死んでしまえっていうやつですよね。あ、豆腐の角に頭をぶつけて死んでしまえっていう、ギャグがありますよね。誰が考えたかちょっと分かんないんですけど、でなんでストレートで飲んでるんですか。いやもうあれですよ、ヤクザだから、ヤクザというイメージでやってるから、もうストレートでいかないと、こういうのは。いやあれですよ、私の知っているヤクザっていうのはこんなストレートでなんか飲まないですよ。これに何ちゅうのかな、チョコレートとか入ってるからチョコレートとかラムレーズンとかが入ってる。いやラムレーズンってラム酒のことなんじゃないので、だからこれチョコレートとか入ってるから、ヤクザの方はチョコレートのこういう形状した中にこういうのが入ってるのを食べてるっていうのがヤクザだから、私の知ってるヤクザはほとんど 100% そういうイメージなんですよ。だからチョコレートの味と、ウイスキーと、あとあれですよ、忘れちゃいけないシュガーですよね、砂糖とコンデンスミルクと蜂蜜とかがもう 80% 入って80か90入って、ウイスキーでちょっと、まあ、5% 未満というのが入ってるのを、やっているのがヤクザという方だから、イメージ的には、でだから古田新太というイメージの方はそんなんじゃいけないわけですよ。だからあれですよね、もうこんなんストレートでいかないと。
だからそういう古田新太というイメージの方が言うヤクザというのはこういうのストレートで飲んでるからね毎度。だストレートなんかストレートのもうそういう方がなんかもうこれあれですよね、もう一気にこれだけ飲み干しちゃ う、 もう15分の間にこれだけ飲み干しちゃうぐらいだから、私なんか指1本ぐらいを、45分で終わらせるというイメージですよね。指1本ぐらいをこれで言うと、これこんなちっちゃいコップですよ、こんなちっちゃいコップでこれ指1本なんかこれこんなんやってたよね。いやスターウォーズちょっとマンダロリアンを見るのを忘れてたんですよ。で YouTube でちょっと調べてたらベイビーヨーダっていうのベイビーヨーダっていうのがなんか卵大好きらしいんですよ、ベイビーヨーダが。でベイビーヨーダが卵が大好きらしいんだけど、何かってなんか仲間か知らんけど、なんか隣にあのカエルだかトカゲだかわからんようなまあスターウォーズ宇宙の中のある星の中に住んでる、人々の、まあ要するに卵ですよね、トカゲみたいな人たちだからを、なんかベイビーヨーダがもうすっごいなんか見てたら食べたくなっちゃって、ベイビーヨーダがそのトカゲ星人みたいな人の、背負ってるところをカパッて開けてこうやって中から取り出して食っちゃってるみたいなイメージの動画があるんですよ。でそれがなんか温泉みたいなところにそういうのがなんか産んでるらしいんだけど、それを取り出してあの運ぶということだと思われるんだけど、マンダロリアンというのがなんかボバフェットみたいなイメージで、だからバウンティーハンターなのか、ハリソン・フォード扮するとこの、何でしたっけ、ランド・カルリシアンはクラウドシティだから、ハンソロか、ハンソロのやってるような賞金稼ぎに近いような、まあ、ボアフェットが入ってる運び屋みたいな話でしょうね、おそらく。でそれでその卵を運ばにいけないんですよっていう時に、なんか知らんけどベイビーヨーダをなんか養わにゃいけないみたいな感じになってるのか知らんけど、ベイビーヨーダすっげえ卵好きなんだよっていう感じなんですよね、見てたら。いやインターネットで YouTube で探す時もベイビーヨーダイートエッグズっていうので探すとすっげえいっぱい出てくるみたいな感じなんですよ。でベイビーヨーダーがなんかその卵を延々見てたらもうすっごい食いたくなっちゃって、食ってるところで食おうとしたらそのボバフェットみたいな感じでやってるのに、食うなそれっていう風に、食うなよお前っていう風にベイビーヨーダーに言ってるんだけど、ベイビーヨーダーがいまいち理解していないんですよね。それでもう私の見てる限り3個か4個ぐらい食っちゃってるんですよ、その新しく生まれるであろう生命を。すっげえ卵食っちゃってるよっていう、いやまあそれはどうでもいいんですけど、これどっちだったかな、これ白い方を入れたんでしたっけ。いやなんでそんなに喋ってるかちょっと味が分からなくなっちゃうから、しばらく間を置かないと舌べらの中で前のやつがなくなってからちょっと味の比較のしようがないんだけど、あまり変に時間が空いてしまうと余計に今度前の飲んだのが分からなくなってしまうからっていうのもあるんですけど、でこれはとりあえずこっちのやつですね、まあ、ちょっと味がちょっと分からなくなってきたな。ウーロン茶入れてるんじゃないの、紅茶とか、まあこれはウーロン茶を入れてますよ。で、これは紅茶を入れてるからね、だからこれ少しずつ飲んでるんですよ。これのがこれだけ分黒い色を入れたぐらいハードな味になってるね。いやだからこれすっげーうまいなと思ったんですよ、安い割に。
で、これだけ分黒いやつ入れちゃってるよ。だからあのよく昔言ってたあの内側焼いてるよっていうイメージじゃないんですよ。これは緑だ、すっげえ緑。これあのこれはあの黒いからね、ここが。だから樽の内側をギリギリ焼いて味付けたんだよっていうことだと思うんですよ。でこれ白いんで、もうなんか全部抜けちゃった、この樽の成分、タンニン分が樽ので、これはだからあれですよ、前さっきで前の動画で言ってたあの樽がなくなったから、樽作らなきゃいけないから、新しい樽だともう生の生木の味が出ちゃうから、でもうちょっと焼いて内側を生木の、それで捨て酒だと思うんですよ。捨て、まあそういっちゃなんだけど、だから安いと思うんです。すっげえ安かった。これが1300円のところ、これ698円で700円で売ってたから、だから捨て酒だと思うんですよ。まあ、要するに樽作るためにどうしても入れなきゃいけないから、アルコール、飲めるアルコール、まあ、だから消毒用アルコールとか入れたら、そんな後にやったウイスキーなんか飲みますかっていう話ですよね。そ飲むわけないじゃないかっていうので、本当に作ったやつ入れなきゃいけないから、もうこういう人たちはもう何ちゅうんですか、みんな、大バカ者だから、どちらかというと本物志向だから、もうだから一応使えるやつ入れないって、だからモルトグレーンを入れてるんだけど、まあ、モルトグレーンってこれブレンデッドだから、後でブレンドしてるから、これもしかするとこの元使ってるこれはシングルモルト入れてる樽かもしれないんですよ。でその樽がなくなっちゃったらしいんですよね、世界、全世界で今全世界で何ていうか樽がなくなっている、樽がなくなってるから樽を作らにはいけないんだけど、知ってる人は知ってると思うんですけど、木の樽に入れると木の汁がアルコールの方にどんどん出てくるんですよ。染み出してくるんですよね。それがもうやばいぐらい出る時があるんですよね。この40度のアルコール入れてるから。でワインもなんか樽がないっちゅうって作ってるやつがあって、それが安いんだけど、だからすっごい樽臭いんですよ。それはコルクの味じゃなくて樽臭いんですよね。コルクの味と樽のやつのちょっと違いは、コルクはだから新しい線を入れるから、すごい生な感じのコルクっていうか、オークですよね。オークの皮だからね、コルクは。味がちょっと生っぽいんだけど、それよりまだもうちょっと生っぽくない、オークの、タンニン分っていうんですか、が出るんですよ。そういうのが、だから作ってるんですよ、樽を。樽作ってるけど、これ全部捨てるのはだから海洋汚染にもなるからなっていう話だと思うんですよ。だから安く売ってるんだけど、だから3本で1000円とかで売ってるんですよね、そういうやつが。そういうのはだからまあしょうがないな、まあ、ある意味健康だと思いますよ。タンニン分がいっぱい入ってるからね、木の成分が。いや、まあある意味大丈夫だと思うんだけどって言って売ってると思うんだけど、だからどんどん体が蝕まれてきているね、私は。アルコール成分に溶け出した木の樽のタンニン分で体を満たしているというイメージだから、もうだからタバコとか、タバコはタンニンじゃなくてニコチンか、あれは。ニコチンよりは大丈夫だろうという話でしょうね、おそらくね。いや、だからこれもうあとこれだけしかないからな。これだけしかないんですよ。ここら辺までしかないね。これだからこっちの方がちょっとハードだからね。これだけあるんですよ。だからなんでこっちが急に減りが少ないのか。まあ色はそんなに変わらないんだけど、まあだから要するにこれが上飲してるやつだから、これが、まだ足りない、まだ足りないという時に味ですよ。味が足りない時にはこういうのを足すんですよ。これも安いんだけど味は濃いよっていうやつですよ。いや、何を喋ろうと思ってたかな。古田新太でやってくれとか急に来るわけですよね。私は素人だから、そんな急に振られても古田新太なんて、どうしたらいいんですかって言ったら、すいません、古田新太ってどうしたらいいんですかって言って聞くと、ヤクザでやってください。私の知ってるヤクザって知ってますやんかって言ったら、お前の知ってるヤクザでやったらヤクザが全滅するだろうっていうふうに言うから、古田新太のヤクザでやってくれよって言うんですよ。で、すいません、ちょっと古田新太のヤクザどういうやつですかって教えてくださいって言ったら、
そういうことをあえて聞くのか君はっていう風な感じで言われるから、困ったな、困ったな、まあ昭和ヤクザでやってくれたらいいんじゃないのっていう風にこうやって電話の向こうから言うてくるんですよね。頼むよ、ちょっと昭和ヤクザでやってくれないかな、っていう風に電話が来るから、分かりました、じゃあそういうイメージでやってみましょうっていうイメージでやってるんですよ。でいや、なんでかって言ったら、古田新太って言ったら梅沢富美男に似てるなっていうイメージなんですよね、私からすると。で梅沢富美男って言っても女方だから、名古屋の御園座とかでの、旅回りに近い劇団の女方っていうイメージになっちゃうんだけど、そういうことですかって言ったら、だから劇団新しい感染だから、そうじゃないだろう、ちょっと昭和ヤクザでやってくれるよって言われても、ね、で昭和ヤクザってじゃあ古いイメージになっちゃうって困ったな、困ったいや思い出した。それで、なんでそんなこと言ってるかっていうと、今日さっきたまたまテレビ見てたら、テレビに篠原涼子が出てたんですよ。で篠原涼子が何か言うてるんですよね。篠原涼子の旦那ってあれですよね、劇団四季ですよね。もう新感染じゃなく劇団四季になってるんですよね。新しい感染をした後にもう死が間近になってるみたいなイメージになっちゃうじゃないですかって話で、聞いた話で言うとあれですよね、漢字がわからないからフィーリングがわからないんですよ。フィーリングがわからないから感じがわからないところで、劇団新幹線だよ今は、新型コロナだろうって後に言うやつがおるから、そうすると新しい感染かっていうので、後に、その篠原涼子という方の旦那が劇団四季だから、四季でやってくる四季の嫁さんだよみたいな話ですよね。でも四季って言ったらもうちょっとで死が迫っているっていう、死を思いというやつですよね。メメントモリというやつですかね。でその篠原涼子という方が言うてるんですよ、私は群馬の出身ですって。群馬の方々がキャンペーンガールとして篠原涼子を設定したからって言って、その下に群馬のあたりでは織物が産地になってるから、織物がすごくこういうところに遺伝子的についてるんですよね、っていうのをテレビでやってる時に、その篠原涼子という方がもともと東京パフォーマンスドールだったんですよって言っておられたんですよ。東京パフォーマンスドールって言ったら、私が知ってる限りで言うと安室奈美恵しか知らないんだけどっていうイメージなんです。安室奈美恵って東京パフォーマンスドールでしたよね。いや、で東京パフォーマンスドールっていうと安室奈美恵というイメージだったんですよ。まあ、私の記憶が間違いでなければという話ですよね。でまあそれはまあいいとして、いやそれがびっくりだったなというだけの話なんですけど、それでその篠原涼子という方の語りを聞いてたら、どっかで聞いたことあるような語りだなと思って、私の芸能関係の、記憶の歴史を紐解いていったら、もう何て言うんですか、それ篠原涼子という領域を通り越して、稲垣吾郎になっているんですよね。いやいや、なんで篠原涼子が稲垣吾郎になってるんですかって言われると、なんかイメージ的に稲垣吾郎みたいな語りになってるんですよ。なんでなんだよって言われたら分かんないね。イントネーションとか、まああれですよね、稲垣吾郎という方がアスマップの方ですよ。アスマップの方で稲垣吾郎という方がおるんですけど、その方がアスマップの香取慎吾という方がメインパーソナリティでやっている、何でしたか、夜中にやってたテレビがあるんですけど、それの映画の紹介の時に出てたんですよ、稲垣吾郎という方が。
でそれの語りすごく似てるなと思って見てただけなんですけど、それで何が言いたかったんでしたっけ。あ、もう20分になってるな。本来的にはこういう酒のレビューは3回で終わることにしていたんだけど、とりあえず第4話目に行く前の第3話目にはやはり古田新太というイメージでやるにはまずヤクザという部分を前面に出していてくださいという、ようなオファーがあるんではないか、いや、ありますよというイメージでしょうね。それが第3話目でした。